紹介をします。第一車両、北海道旭川東星、上野選手、三角選手、駒澤選手、上田選手、杉本選手。第二車両、長崎県福島、栗谷選手、阿比留選手、林田選手、梅野選手、須山選手。
ただいまの結果、第二射場旭川統制8中、第二射場対馬13中でした。これにより対馬高校の2回戦進出が決定しました。